今回は、一つのデッキを使い込んでるうちに、反逆の呪しの使い方が、それなりに仕上がってきたから、動画にしたよ。今のバージョンは、侍の高齢が情報修正されて、ノーマルデッキで目を滅させる環境が来とるから、ガチ戦の動画が多くなると思うよ。やっちまったか。あなた、やられちゃうわよ。どけ！うわよ！うわよ！どけ！目が見えぬ。嫌な予感。勝ちってね。切られる時が来たか。くそ、こんなのに。君だけは強いんだな。報復の時、頃合いだな。撃ちなさい。どけ。撃ちなさい。撃ちなさい。流派発動。一の方撃ちなさい。俺が許可する不穏分子を排除せよ。主に侍敵を斬る。流派発動。三の方撃ちなさい。どけ。戦機解放。撃ちなさい。目が見えぬ。悲しみをこらえ、私は再び戦いに出る。撃ちなさい。ランってのは生きるための戦いだ。くそ、こんな雑魚に。切られる時が来たか。うわよ。やっちまったか。うわよ。うわよ。流派発動。見ろ方。うわよ。騒ぐことではない。どけ。うわよ。ここは少しずらそうかな。 2.5 コスを落として戦うデッキにとっての1コス1枚は他より役割が重いはず。嫌な予感。頃合いだな。報復の時。撃
どけ！主に侍、敵を斬る。死ぬ。どけ！おらよ！やっちまったか！おらよ！強き弟よ。そなたがこの戦いの勝利者となれ。戦機解放。流派発動。二の方。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。どけ！死ぬ。目が見えぬ。さあ天下をかき乱せ。調子いいね。こりゃ勝ったな。一番手からは誰だい。さあさあ報酬の話をしようじゃないか。今回は2試合やるよ。切られる時が来たか。頃合いだな。どけ！おらよ！おらよ！届け！もう間に合わないよね。悲しみを超え、私は再び戦いに出る。報復の時だ。ランってのは生きるための戦いだ。逃げるが勝ちってね。おらよ。どけ。流派発動。二の方。腹減ったな。おらよ。うっ。
ークーンだけは強いんだな。どけ！主に侍、敵を斬る。一の方命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。深き悲しみを超え、私は再び戦いに出る。お弟子だって三浦力は宿ってるんだ。死ね。逃げろ。おらよ。接機解放。私は再び戦いに出る。死ね。やれやれ、しょうがねえな。野々道切られる予定の部隊で突撃を受けて、関水の兵力を守っていくのが効率的。逃げるな、勝ちってね。死ね、頃合いだな。腹減ったな。雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。切られる時が来たか。うっきゃー。今はがむしゃらに戦うっきゃねー。騒ぐことではない。結露どけ。うっきゃー。ご視聴ありがとうございました。